あ、もしもし。あ、はい。はい。あ、お疲れ様です。はい。あ、ビスですよね。ビス結構試しました、いろいろ。はい。はい。そうですね。そしたら、行きますよ。はい。わかりました。はい。じゃあ、よろしくお願いします。はい。はい。はい。今回は、最近、ここ最近でちょっとでかいイベントの工事にちょっと携わりまして、で、そのイベントの中で使うビスっていうのが、こういった全ネジのビス使うんですよね。まあ、あと過去にももうテナントの仮囲いとかの工事で、はこう全ネジを使ってるんですけど、まあ、あと、新築作ってる大工さんは、まあ、基本的にもう全部半ネジ。こう、半ネジになってるビスを、まあ、主流として使って締め込んでいくんですけど、まあ、そのイベントとかテナントの仮囲いに、での、まあ、工事の時に、まあ、この全ネジが主流になるっていうこの差をちょっと紹介したくて、で、ちょっと撮影しておこうかなと思いました。それでは、どうぞ。まずはね、全ネジと、全ネジの57と、半ネジの57。これの引っ張り込みの違いですね。まず全ネジですね。まあ、こう締め込んでもここまで出てくるぐらいまで締めないと締まらない。それに対して次半ネジです。ちゃんと頭が面つるぐらいでがっつり締まります。これやっぱ引っ張りますからね。全ネジのいいところっていうのが、まあ、基本的にベニヤに41で、こう、仮囲いとか、ね、イベントなんかでもベニヤをバンバン止めないといけない時とか、41で止めるんですけど、全ネジのいいところっていうのが、こう、たまに外しちゃう時あるんですよ、こう、ミス。で、効いてないですよね。効いてない時っていうのが、引かなくてもすぐこの全ネジネジになってるので、こうすぐ抜けるんですよ。で、これがこう半ネジの場合でこう外してしまった場合、こうもう抜けないですよね。こう回っちゃって逆回転して、で、まあ僕らこう半ネジの場合ですと抜く場合っていうのが、こうやって空回りしてしまって、こう抜けない時って、もう今僕ら大工はこうバールで食わしながら、こうこのネジがかかるまでバールで突っ込んで、こう抜かないといけないですよね。こうこうなんですけど、こう外しちゃった時はもう入れながら食うまでこう感じで抜くんですけど、まあ、全ネジだとね、こう外れてもネジはついてるんですぐ抜けるっすよ。で、やっぱ何万本とかこう打ってってる時に、こうバシバシ止めてる時、
ていうのはこう、こういう工事の場合には本当前ネジの方が本当有利に効くから、こう失敗してもこうすぐ抜けたりとかするっていうのがこう、そのテナントの仮囲いとかそういう時にはすごく使えるですよね。それでね、ちょっと連続でビス打っていきたいと思います。手の動きはね、こう来て、こう頭を常にこう、いく感じですね。じゃあ、ちょっといきます。ね、右手でも左手でもこう適当にこう持って、常にこう頭がこうすぐねこう出せるようにジュッてこうちょっとたまに落としちゃうんですけどね、ジュッてきてこう来てこうか、まあ慣れですかね。じゃあちょっとバラシ。で、まあ、でかいイベントとかになると、本当、もうビスでもう何万発も撃つような工事があるんですけど、まあ、全ネジと半ネジだと、その、ビス撃つ時の抵抗、まあ、機械にかかる負担ですよね。もうずっと撃ってるうちに、こう、やっぱ染み込む力が強ければ強いほど、こっちにやっぱ負担かかってくるので、まあ、どのくらい締め込むスピードとかこの機械にかかる負担の違いを取れたらなと思い、ちょっと今回は全ネジの90と半ネジの90でこう止め比べてみようかなと思います。機械は、まあ一応僕、廃校機の、廃校機さんの 36V で同じ機種のサイズが2つありますんで、これでこの、半ネジの90ですね。半ネジの90と、全ネジの90。これでこう、まあ、こちらこう上がりがまちのハンパーが現場であったんで、それちょっともらってきたんで、まあ、これに止めようかなと思って。で、こう木目はね、これ修正で、中身は修正になってるんで、この木目の同じとこで行こうかなと。まあ、ここと、ここ。こっちとこっちだと、ちょっと木の質変わっちゃいますんで。そしたら、ここの、そうですね、ここと、ここで、打ち比べてみようかと。まあ、こっちから打てばね、こう、木は、縦に
縦に一緒の木を使ってるので、こう打ってしまうとね、こう打っちゃうと途中でこの木質が変わるかなと思って、これのこっちとこっちでこれでね打って比べてみようと思います。これそうですね、まあ最初頭ちょっと入れさせてもらいます。もうちょっとこっちはこう、もう一回かな、それでは行きます。一緒に握るんで、それでは行きます。失敗、難しいな、それでは行きます。で失敗だよ。いや、失敗しました。多分これ3回ぐらい多分失敗しますからね、この先。もう一回行ってみます。ちょっと難しいですね、これはね。アーツマックスですね。いきます。なんでだ、失敗しました。3回目です。近いんだな。よし。これで。じゃあ、むずいっす。じゃあ、よっす。ああ、ちょっと半ネジの方が早かったでしょうかね。一応検証結果的には、半ネジの方が、早く入るっていうのがね、分かった感じですかね。になりました。うん。むずい。はい。ちょっと検証した結果はね、半ネジの方が早く閉まるっていうのが出たんですけど、まあイベント屋さんの話とかね、聞いてると、半ネジの時はよくも機械が壊れたっていうんですよね。で、全ネジに変えてからは壊れる確率が少なくなったっていうので、この、何ですか、この半ネジ、ですところはやっぱこう、これ締めた後の、こっからこう、ネジが効かなくなるので、ネジがない部分で、上の板をこう、締め込んでるので、そこに、その時にやっぱこう、負担がかかるんでしょうかね。やっぱ全ネジだとこの、全部全ネジが切れてるので、こう、多分、ここ、頭がついてからの、こう締め込む圧が、この半ネジに比べて、こう全ネジの方が少ないのかなと思って。まあね、やっぱイベントさんも経験からね、もうどんどん全ネジを使ってるっていうことなので、
でね、まあだから、まあ電ネジの方をイベント屋さんは使うっていうことですね。はい、今回は半ネジと全ネジを打ち比べてみたでした。最後までご視聴ありがとうございました。